カピバラエンジニアの、ハマーさんに今日はね、曲を踊ってもらいます。バッカバッツ、はいはい、ありがとうございます。では早速ね、先生をお呼びしたいと思います。ハマー先生どうぞお願いします。いいね、この曲いいでしょ。はい、はい、それではですね、本日、行います曲ですけども、本当は、もうミクシーの方にはちょっと上げてたんですけども、あのデジョの、ワンツースリーフォーファイヤーという曲を本当はやる予定だったんですけども、先生の方がちょっと、今日来れないということで急遽、別の曲、最新の曲をやります。大丈夫ですよね。はい、曲名ですね、GO2 のサムライブルーという曲、もう知ってる人は多分いると思いますけども、東北では多分初めて、明日が多分仙台じゃ福島かの、インフィニティで多分講習会やると思いますので、実際東北では初めてということで、この講習会北海道でもやってないです多分、あっちの関西方面とか名古屋ではもう随分ね、あと香港でも、この前講習会しました。はい、番長の命が、はい、やってましたので、では早速、曲の方をおかけしますので、はい、よろしいですか先生、お願いします。ありがとうございます。ということで、今日の講習会は以上です。お疲れ様でした。違う、はい、ということで、実際今日これ本当は来月やる予定だったんです。秋田では、撮ってたんですけども、急遽、今日はハマーさんがお越しいただいたというのと、まあ、講師のニャオ先生は酔いつぶれているということですので、ちょっと前倒しでこちらねご紹介してまいりました。では、リッチー先生にマイクを渡しますんで、カウントとお願いします。あと無視です。はい、はい、はい、リッチーです。はい、ではリッチー先生を踊って、はい、カウントしながら、あ、違う、はい、いや、それ違うから、カラオケに行ってやってください。あのこれやっちゃうと後で動画そのまま YouTube にアップしますんでね、あの変えます、あの名前変えて今度宣告38にしておきますから、はい、今あの秋田1777だったっけ、なんか番号変な番号に変えたんですけど、名前変えますんで、それ全部あれですよ、流れます。そしてそれを確実に AMX の方が見ます。じゃあ真面目にやりましょう。はい、真面目にやりましょう。じゃあ、あの浜田さん一応、あのカウント量取りますんで、踊りにくいぞ、難しい、